今度は右でちょっと作ります。ワンタッチ岩田、中川がえぐって折り返した。前田大然、岩田のワンタッチ、抜けたのはスピードスターの中川、最後はこれまたスピードがある前田でフィニッシュ。F マリノスらしいゴールでしたね。まあ、起点作ったところで中川のこの斜めのランニング、まあ、優勝した時に何度も見られたシーンでしたけども、まあ、ここでえぐったところで勝負ありでしたかね。まあ、前田もしっかりと相手の背中から前に入って、まあ、お得意な形ですね。はい、まあ、まさに F マリノスらしいゴールでしたね。中川も冷静に最後よく相手見極めながらパス選択しましたね。水沼が残す、水沼が前を向く、いや水沼が裏に出す、前田が前に置いた、前田ループ、前田大然ループによる今日2ゴール、4対1。これは驚きました。水沼をよく見ましたけど、この時の背中側を走ったんですよね、前田が、はい、いい走り方しましたし、いやコントロールはこのままループだと思いませんでしたね。パスもコントロールもシュートも完璧なわけですけども、ここの選択ですよね。いや素晴らしいシュートでしたね。これには惜しみない拍手が送られます。でもって松原から一気にエウベル、まだ攻める、まだ攻める、うわエウベルが来た、エウベルが折り返し、ヘディング、前田大然ハットトリック、5対1。4点取っても攻め続けたホームチーム、エウベルの突破から最後仕上げたのは前田大然です。見事でしたね。松原もいいフィードしましたし、うん、エウベルですね。ここでかわした後、ここ少し長くなったかと思ったんですけどね、ここからアウトでキーパーの上を抜きましたからね。ただここのコントロールのボディバランスなんかも綺麗ですよね、はい、ここからよくすくい上げて